とともに君は盗まれてしまっていた。気づいたら目で探してる。これは一体一体一体何だ。皆さんこんにちは。こんにちは。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ただいまより令和4年度新入生歓迎サテライトスタジオ、略して新入生歓迎サテラの2日目を開催します。本日の司会進行を務めますのは、学友会連合会3年の小池と、同じく3年の梶です。よろしくお願いします。本日最初の団体は近畿大学応援部です。それではどうぞ。皆さんこんにちは。近畿大学応援部の堀です。本日は応援部によるサテライトステージをご覧いただきありがとうございます。感染対策でマスクをつけてでのステージですが、新入生皆さんのご入学を祝って、せーの、元気、勇気、笑顔をお届けしたいと思います。ただいまご覧いただきましたのは応援歌です。応援歌は近畿大学の学生を鼓舞し激励する曲です。近畿大学応援部は学ランを着たリーダーと元気あふれるチアリーダーによって構成されています。リーダー、チアリーダーともに男女問わず所属しており、とても活発な部活動です。一方で80年の歴史があり、伝統深い一面もあります。部員同士お互いに切磋琢磨して良き仲間として活動しています。今日は新入生の皆さんに野球やアメフトで実際にしている応援の実演をお見せいたします。最初の曲はつんくさんが作曲してくださったこの曲、近大のテーマです。皆さん一緒に手拍子をお願いします。皆さん準備はできていますか？それではどうぞ。
得点を獲得した時に使われるカーチ音頭です。リーダーのキラキラな動きにもご注目ください。円躍オーラス。リーダーの迫力ある応援実演、楽しんでいただけましたでしょうか。最後にお送りいたしますは近畿大学校歌です。大変僭越ではございますが、ご起立ご脱帽のほどよろしくお願いいたします。演じますは第81代団長宮島剛です。近畿大学校歌。以上をもちまして、応援部によるサテライトステージを終了させていただきます。私たちと一緒に元気と勇気と笑顔をお届けし、充実した大学生活を送りましょう。皆さんの入部待ってます。イエーイ。応援部の皆さんありがとうございました。カジ君、応援部のパフォーマンスどうでしたか。そうですね、リーダー部のかっこよさとチアリーダー部の可愛らしさがマッチアップして、私もこんな人たちに応援されたいなと思いましたね。そうですね、勇気、笑顔、元気たくさんもらえそうなパフォーマンスでしたね。続いての団体へ移ります。続いての団体は近畿大学吹奏楽部です。どのような曲を披露してくださるのかとても楽しみですね。それではどうぞ。
皆さんこんにちは。私たちは近畿大学吹奏楽部、略して近吹です。本日司会を務めますのは法学部法律学科新4回生の横田凪です。どうぞよろしくお願いいたします。私たち近吹は現在約60名で活動しており、例年はクラシックに限らずポップスやマーチングなど幅広い音楽活動に取り組んできました。昨年はこのような状況ということもあり、満足のいく活動はできておりませんが、リモート活動など可能な範囲での活動、練習を積極的に行ってまいりました。私たち近吹は現在新入部員を大募集しております。インスタグラム、ツイッターにてパート紹介や今後の情報を投稿しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。次にお送りします曲は Hey パチューコです。画面越しではありますが、皆様に楽しんでいただけるよう演奏いたします。それではどうぞ。吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。素敵な音色がとても魅力的でしたね。カジ君はどうでしたか？いやー、迫力のある演奏でしたね。一丸となって奏でるハーモニーがとても綺麗でした。吹奏楽部気になるなと思った方は、ぜひ SNS をチェックしてみてください。
最後の団体の紹介に移ります。本日最後の団体は近畿大学文化会美術部新生機会です。それではどうぞ。皆さんこんにちは、近畿大学美術部新生機会です。今回は活動内容など美術部について詳しく紹介したいと思います。現在美術部には水彩、アクリル、油絵、デジタルなど様々な画材を使用する部員が在籍しています。なんといっても様々な画材が使い放題というのが美術部の魅力です。造形や日本画など変わった作品に取り組める環境が整っています。油絵やペンタブなど美術に興味はあるけど高価で始めにくい、そんな方にぴったりだと思います。初心者の方でも自分のペースでのびのびと制作に取り組めるのもいい点です。次に美術部の年間スケジュールについてお話しします。美術部では11月にある生駒祭での学内展示、8月と2月に画廊を借りて学外展示を行います。また8月に夏合宿、3月に春合宿があります。美術部の活動のメインでもある展示会は個人で画廊を借りたりすることは非常に費用がかかるので、こういった貴重な体験ができるということも美術部の強みです。生駒祭では展示会の他に顔はめパネルの制作や似顔絵会などを行っています。昨年の生駒祭では写真のようなユニークなパネル制作を部で一丸となって行いました。昨年度は新型コロナウイルスの影響で合宿を行えなかったのですが、例年だと合宿地に赴いて様々な絵を描いたり美術館に行ったりしています。また不定期で開催されるデッサン会では顧問の先生などをお招きして石膏像のデッサンをしたり、本格的な活動もしています。そんな美術部の主な活動時間は火曜日、金曜日の夜18時半から22時までです。もちろん自由な時間に来て部室で制作活動や談笑に浸ることもできます。以上で紹介を終わりたいと思います。興味のある方は気軽に美術部新生機会にいらしてください。ご視聴ありがとうございました。この絵はハウルの動く城に登場し、ハウルによって落とされかけた羽ばたき式の飛行船をイメージして描きました。当初はあまり構図のイメージが固まっておらず、描きたい機体のイメージだけ頭にあったことから構図も定まっていませんでした。行き当たりばったりですね。イメージを具現化するため、暗い赤色の薄く太い線で下書きを描きます。ここで大まかな線画と陰影を描きます。下書きの段階で影を描いておくと、色を塗るときに立体感を出しやすく便利です。線の色は自分に合うだけで、特に理由はありません。ただ、人を描く場合、肌に赤色を使うことから、グリザイユ的な技法として活用できます。次に色をのせ、秒やサビなどのディテールをつけていきます。大砲は気に入らなかったので後回しです。ぶっちゃけ本来はこの段階で完成のつもりでしたが、あまりにも寂しいのでもっといろいろ描きます。行き当たりばったりですね。この船を見てどう思っているのか想像してもらいたく思い、手前に飛行船を見ている人を描くことにしました。はじめは絵映えを良くするために、何の考えもなしに女の人を描いていましたが、子供の方がより想像力をかきたてられると思い、描き直しました。美術部新生機会の皆さんありがとうございました。カジ君どうでしたか？そうですね、自分の作品を展示する体験があるのはとても魅力的でした。学生の時にギャラリーに展示できる経験はいい思い出にもなりますよね。そうですね、ぜひ皆さんも機会があればギャラリーの方へ足を運んでみてください。以上で本日のプログラムは終了となります。明日は赤十字奉仕団、ヨット部、広告研究会の3団体が出演します。開始時間は今日と同じ12時25分からです。ご視聴ありがとうございました。また明日。また明日。
ー